皆さん、こんにちは。マーティン、ダーマン、クーボー、ケンタカヤ、創価クエストの旅、カエデ調剤薬局やってきました。11枚目。はい、早くも11枚目でございます。次、リーチで次、ビンゴになれば、本当に快挙です。最速快挙、何でしょうか？食べることができる家です。はい、スマイ工房さ、ミサキテンムー、はい。それでは入りたいと思います。本当に漆喰の家、食べられるわけじゃないです。雑貨も売ってます。それでは、入りたいと思います。今日火曜日なので、ラッキーです。はい、確認したとこ、イエス、マーティンです。はい、ここ。家、漆喰の家、いいもんですね。はい。料理とかも、うん。ここ、住みやすい。あとは、浴室、洗濯も充実。うん。お風呂、いいですね。ここ、私、漆喰の家も住みたくなりますね。はい。うん、うん。それでは、2階に行きましょう。この方も上がります。おぉ。よいしょ、膝峠。お、2階は本当に、お、2階もキッチン。こう開けて、お、キッチンもいいですし、はい。あとは、和室もいいですね。さらにここは、うん、個室も、すごい、実験のコーナーもございます。あと2階には他にも、お、見下ろせますね、景色。絶妙かな、絶妙かな。あとは、ここまでかな。あとはスタッフさんなので、はい。では、コーヒー飲んでお別れしたいと思います。11枚目達成しました。ファンのおかげです。それでは乾杯しましょう。乾杯。あー、すっきりする、味です。コメント、高評価、チャンネル登録お願いします。バイバイ。